ところで取らなくてもいいっつうのね。マジびっくりした。これは問題なし。さあ、じゃあこっち側は、わっ、敵だ。ハエ、良くないハエ。いいハエとは。17。いやでも、おスマッシュナイス。きついなーポーラちゃん。もうちょっと HP 欲しい。ゴミ箱敵。うわ、ちょっとこいつらヤバそうだからガードしとこ。ニタニタ笑ってる。あ、絶対強いよこれ、やばいって。倒せないもん。はい、空振りやめてよー。うわー、ポーラ死んじゃう。回復しないと。ポーラちゃん、ポーラ自身は回復持ってないんだっけ。持ってないわ。PK ファイヤーでも使っとく。やっつけろ。385。うえー、でもすごい効いたな。もう一回使ってみる。 PK ファイヤー、あー、かっけえ。だってじゃこいつは何が効くんだろうか。旅の胞子、これはヒーリングで回復できるかな。 PK フリーズかな。効果が現れなかったって。あっ、固まったって。いいね。いや、つえーなー。でも HP がさー、ほんと低すぎるから。アーネスレベル上がった。ポーラも上がっていく。ネスのこれは、あ、状態異常治ってるね。回復しとこう。墓場がどうのこうの言ってたけど、ここのことじゃないのか。これ敵かな。お化けもやってきた。はい、 PK ファイヤー、こいつだね。後列、あー、ポーラ40のダメージ、痛いぞ。回復をポーラにして、ポーラガード。うわ、きついなー。サイ使っとくか、スペシャル。でも、ちょっと減らしたいね。ミニミニ幽霊に取りつかれた。聞け聞け。よしよしよし。いいぞ。このミニミニ幽霊どうすればいいんだろうか。回復。ポーラー。いや、普通に攻撃してやっつけちゃおうか。あー、ポーラーの体固まったって。うわうわうわ、二人して。うー、きつい。やめてよー。祈るって、あー、やばい。回復間に合うかな、ポーラ。祈るしたらなくならない？あー、体。大丈夫？よしよしよし。あー、怖い。祈る、やってみようよ。祈るってなんだっけ？回復だっけ？あ、先に倒しちゃったわ。1253。よし、いいぞ。PK フリーズベータ。覚えんの早っ。
これね、なんかね、どうするんだっけかな。なんかお祓いしてもらわなきゃいけないんだっけかな。で、これは普通のアイテムだね。殺虫スプレー。あー、ちょっと待って、なんかいるよ。ジロリ。ジロジロ。って言った。いけないね。これ病院でお祓いしてもらうんだっけかな。うわうわわわわわ。めっちゃ集まって、ほようとしてたな。そう、めんどくさいですね。お化けもいるし。ウェイウェイ。これどうすんの？お祓いはどこでしてもらえる？あのホテルの前にいる女。顔色は悪いけど、いい女だな。ホテルの前にいる女？あー、こいつ入ってった。まあ、多分ついていかなきゃいけないのかな。待って、病院どこ？明日だ。病院で取ってもらえなかった？はい。こいつか。信じようが信じまいが、私はヒーラー。病院で治せない病気ならわしの出番じゃ。助けが必要か。はい。お祓い、これこれこれ、70ドルをいただいておこうか。 OK。 1人 70。 はい、もう治ってる。私ってすごい。お金もうないよ。はい、お祓いする。はい、お金がない。あー、下ろしてきます。みんなひどいな。ちょっとさ、慈善事業でさ、半額にしてくんないかな。100、まあちょっと500ぐらい引き出しておこうか。さあ、ここでもう一回取ってもらって、ほら、よし。まあ、これがずっとついてるとなんか余計なことしてくるから、早く取った方がいいっていう感じだよね。で、ここはサーカス。ゾンビが怖いので僕は逃げ回ってます。おかげで家に帰れない。ここにいても危なそうだけどね。ゾンビはどうやったら倒せるのかしら。ああ、わからない。このテントの中にゾンビを集めてしまって火をかけてみてはどうだろうか。その前に僕らがやられちゃうかな。あなた、私たちを手伝ってくれるのは嬉しいけど、子供じゃあね。バカにすんなよ。やってやるからな。このテントに向かってゾンビたちが移動してるって情報もあるぞ。話聞けんのこれだけかな。さあ、あとは墓場の奥にどっかに通じる迷路があるって噂なんだよね。迷路の向こうにはこの世のものとは思えないくらい汚くって醜くって強くって悪い化け物が待ち構えてるんだってさ。俺、想像しただけで怖くてさ、さっきゾンビがいたところだろうね、多分。暗いだろ、この町。人間たちは町の真ん中にまとまってひっそりと暮らしてるんだ。なんとかゾンビどもから町を取り返したくて相談をしてるわけさ。外側に行くと、もう敵がいっぱいっていうことなんだろうね。ちょっとホテル入ってみようか。泊まればいいのかな。音、音、音。ネスは受話器を取った。パパ。一応、セーブしておこうか。音、音楽やばいな。なんだこの音楽。ぶっ壊れてんじゃねえかよ。はい。うわあ。ゾンビに囲まれた。
ああ、意識が遠ざかっていく。ネスたちの運命やいかに。誰が言ってんのこれ。捕まっちゃったよ。扉には鍵がかかっている。お？まだ会ったことのない仲間に呼びかけます。まだ会ったことのない私たちの仲間に呼びかけます。ジェフ、ジェフ、あなたの助けが欲しい。私はポーラ、そしてもう一人、ネス。あなたに呼びかけています。ジェフ、ジェフ。北の国、ウィンターズ。スノーウッド、何？寄宿舎。私はポーラ、そしてもう一人ネス。あなたに呼びかけています。この呼びかけが聞こえたら目を開けて、そして南に向かって出発してください。遠くにいるあなただけが私たちを救えるのよ、ジェフ。この声を信じて起き上がって歩き出して、南に向かってすぐに。ジェフ、お願い。まだ会ったことのない、かけがえのない仲間。こんなことさ、言われてもさ、普通は信じないよね。あ、びっくりした。ということで、ジェフを操作できるようになるんですね。いや、このシステムすごいよな。はい。あ、ジェフ、僕今、君と散歩してる夢を見てたところだったんだよ。どうかしたのかい？まあ、特に、あれ？ジェフ、こんな夜中にどこへ行くんだい？この寄宿舎のルールは知ってるはずだろ？見つかったら尻叩きだよ。どうしたのさ、ジェフ。わかったよ。僕にはわからない理由があるんだろうね。止めないことにするよ。でも、何にせよ、真夜中に無防備で出かけるのは危険だよ。身を守る道具を持っていく方がいい。ロッカールームに何かあると思うから寄っていくといいよ。一緒に行ってあげるよ。ありがとう。トニーが仲間になった。あ、仲間っていう感じにはなるんだね。ロッカールームとは。タッシーの噂よりすごいのはストーンヘンジの巨人族の話だよな。本当に見たって人が何人もいるらしいよ。あの南の湖にタッシーっていう生き物がいるって話ね。僕は模型のおもちゃが浮かんでるだけのでっち上げだと思うな。ネッシー役タッシーね。俺眠いよ。もうおしっこして寝ようよ。一番知りたいのはストーンヘンジの中心がどこかにつながる入り口だっていう噂かな。いつか僕らで調べてみたいもんだよね。まあ寮かな、学校かなんかの。うわ、めっちゃ、え、これアイテム持ってっていい？クッキー、クッキー、クッキーしかねえのか。はい、クッキー、クッキーだらけの部屋だね。回復する手段がアイテムしかないからだろうな。今日のジェフは随分ひどいことをするんだな。話しかけてから持ってけばよかった。ジェフ、外出するんだったら面倒見のいいガウス先輩に報告してから行けよ。ガウさん、確かまだ下の研究室で頑張ってるみたいだったから。とにかく最近表は危険な動物がうろうろしてるからな。あ、とりあえずここじゃないね。ロッカールーム、ここでもなさそうだな。おお、びっくりした。ジェフにトニーじゃないか。夜食でも探してるのか。俺も研究が行き詰まっててさ。
ジェフの親父のアンドーナツ博士がいたら助かるのにな。すごい人だったらしいぜ。我がウルトラサイエンスクラブの初代部長で、アインシュタインやハイゼンベルグ以上の科学者ってことらしい。すごすぎるよね。すっごい変わり者だっていう噂もあるけどな。ロッカールームに用事があるんだったら、ロッカーの鍵を持っていけよ。ちょっと曲がってるけどな。お、これで入れるようになると。もし外に出たら俺に必ず電話しろよ。冒険の記録をつけといてやるからな。あ、パパ代わり。ま、ゲームで言うところのセーブみたいなもんだ。ははは。今ジェブ、セーブしてくれない？今はダメなの。さあさあさあ、ロッカールームはこれか。ロッカーに鍵がかかっているので、ここでいいの？鍵が曲がっていて鍵穴に入らない。どれだ？はい、全部ダメってことある？え、全部ダメ？ちょっと、全部ダメじゃん。どうすんのこれ。説明、普通のロッカーの鍵使えないけど、どうすんのこれ。もう外になっちゃうぞ。あのフェンスから外に出られそうだけどな。でもその前に何か身を守るものを取ってこなくちゃ。うん、どうすんだろう。曲がってるって言われてもね、直せないっぽいぞ。誰かに直してもらうのか。え？どうすんだよ。わはは、やっぱりあの鍵は使い物にならなかったか。ああ、そんなこともあろうかと思って。ちょっとした鍵なら意外と簡単に開けられるマシンを今作ってみたんだ。これなら大丈夫。手間をかけて悪かったな。なるほどね。ちょっと鍵マシンを手に入れた。お前もアンドーナツ博士の息子なら、ちょっとした道具くらいなら一晩で修理して役に立てるとか、そのくらいのことはできそうだぞ。もっと積極的に生きてみろよ、ジェフ。まあ、ということでね。ちょっと大変じゃないですか。ちょっと鍵マシン。このロッカーには何もなかった。はい。何もない。入ってねえじゃねえかな、もう。ホームズキャップ。よし、いいぞ、いいぞ。で、ここ。お、バンバンガン。あー、クッキーこんなに取ったから。もういらない、いらないの結構あるんじゃない？ピンスリロケット5ってこれ使うしかないな。武器、ボディ、腕、揃ったか。はい。で、ちょっと鍵マシンを使って、まだなんか入ってたりするかな。よいしょ。壊れたエアガン。うわー、ちょっと持ちすぎだな。クッキーもう一個食べといて。はい、ちょっと鍵マシン、壊れたエアガンで、はい、あ、なんもなかった。一個余分に食べてしまった。さあ、ということで、こんなもんかな。うん、壊れたスプレーは多分さっき言ってたように寝た時に直してくれるんだと思う。俺を使っていけって。さあ、僕を踏み台にしてこのフェンスをよじ登るんだ。とりあえずさよなら。君がどこへ行くのか何をしに行くのか知らないけど、僕らずっと親友だぜ。
脱走してやったぜ、ショップあるぜ。あーキャッキャイエイ、サル。ここでもうでも買えるんじゃない、いろいろ。ゴジラのバット、楽しいフライパン、静けさのコイン2500。何静けさのコインって。あ、電話できるね。はいはい、ガウスの研究室。なんだ、ジェフか。冒険の記録をつけてほしいんだね。はい。そうだな。ちょっと今日はここまでにしようかと思います。どこで寝るのか知らないが、ゆっくり体を休めろよ。それじゃあ電源オフにしておやすみ。ということでね、次回は、ジェフを操作して、ネスとポーラを助けに行くところからになりますね。いやー楽しみだ。はい、ということでよかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。